ですね、荒はばきなんですけど、あいつ結構弱点だらけだった。うん、これやるか。なんだっけな、ブフ以外は実は火炎も衝撃も電撃も弱点だったっぽいっす。ハマムドと打撃と氷結が無効で、魔力、神経、精神も弱点っていう両極端なやつでしたね。面白いね。ブラックウーズ作れる。作らねえけど。いや、レベル30になりましたね。ということで、猫股と皆方を合体させてユニコーン作ろうと思います。何がいいかな？うん。会心は確定なんだけど。何がいいかな？タルカジャは欲しいかな？ラクカジャとタルカジャ持ってたら強いだろ。会心とタルカジャとあとじゃあなんかっていう感じかな。脅し。ちょっとじゃあ一旦切ります。とりあえずこんなんできました。タルカジャ、ラクンダ、晴天の会心。行きましょう。生贄はいいです。事故起こるかな。飛ばさないようにしよう。あ、いや来ないか。確かもうこの時のビリビリってなるんだっけ。あ、来た。おぉ、ディス。4はディス。ディスできましたね。して。テトラジャ、アギラを、マカジャも、あー、なるほど。いいかな、まあ別に。せっかくできたし。というわけでアマラにもう一回行きます。なんだよ、ユニコーン作りかかったけどね。あえてフルで狙っていったんだ。あ、てか1体やべ、1体足りねえ。ミナカタ入れてたんだ俺。チャクルトとか、とりあえず荒はばきはなんとかなりそうだ、さて何を入れましょうか。マカミとりあえずね、ラクカジャ覚えさせたいね。転送。割と最強のユニコーンができそうだったんだけど、最強っていうかまあ俺好みの。とりあえず第一のカルパクリアしたいっすね。荒はばきはなんとかなりそう。いや、このメンツだとあれか、ちょっと微妙か。でもモムノフもなんかこいつ進化するみたいだから進化させたいんすよね。俺やったことないんだよね、モムノフ。衝撃ってことはうずめでもいいのか。マカミンはどんぐらい、5000か。理科も覚えさせたいな。でもあ、マハジオとかもあんだ。じゃあそれでいいや。ちょっとマカミやばかったらなんか着ドロとか使ってお金を稼ぐ遊びやるぞ。今日は長くね。私当たんなかったぞ。130マックか。着ドロ
傷薬ありがとうございます。っていうかお墓あったんだね。オルネウスとトロール、ボスキャラか。トロールはボスに入るんだな、うん、まあ入るか。まだ行ってないとこが多いっすね、うん、こっちとか行ってね。ピシャーチャはあれだね、とりあえずなんだろう、持っといて強い感じ。反則はない。ある目的、わかりましたんで。なんかかっこいいこと言われた。すいません。いやー風が。ん、下行けんのか。まだじゃあいいや。ここは？あ、なんだっけこいつ、スカルじゃなくて、ね、ネロじゃなくて、なんつうんだっけこいつ、ロアだ、ロア。うん、すげえカクカクいってる。もう一回見てみる。確かし面白いこと言うなこいつ。ディースか、ディース入れてみよっか。ディース入れとくと、いざって時に、うん、あでもな、もうちょい頑張ると原部も、もうちょいっつってもまだ3000ある。ヤカーはね、ヤカー俺学んだぞ。あやべえ、これこのパーティーやばい。あかん、アイスブレス。一回、あーそっか、ディアラマ失敗だったな。あー一応やっとくか。メリアの方がいいかな。いい、結構硬いこいつ。まあでもまあよしあしだよな、難しいよな、そこはさ一概に言えないよね。とりあえず早くマカミンリカームを。まあでも長いな、こっち行ってみっか。ウィークだ。雨が、今日雨がやばいな。なんか滝みたいになってんだよな。今日雨だからまあこうやってできるんですけどね。滝なんだよね、雨っつうか。あやべ、直さないと。ピシャーチャも持ってる、パララディとか。っていうかいざとなったらあれか。リベラマ、リフトマ、エストマ、うん、リフトマってなんだっけ。あーダメージゾーン、あこれ大事、うん、これだからあの赤いとこでしょダメージゾーンって。ピシャーチャー使えるな。ピシャーチャーやっぱ持っとくか。あれ直すの忘れてた。回してし、固まれ、固まんねえか。あこれもダメなんだ、気をつけないと。マジか、それもダメか。やる、減るなやっぱ。気合いだな、右のやつ怖いな。あやべやっちゃった。
かヒートウェーブだ。ヒートウェーブだ。怖いっす。雷獣。雷獣意外と MP ある。これもこっちも繋がってるっぽいのかな。行くか。うん、行こう。あ、直しとけ。危ね危ね。また忘れるとこだった。なんかある。あ、またそれ、そういうやつか。カール3。あ、抜けんか。うっそ、やめて。いや、耐えられるはず。はい、自爆2連続とかはマジやめてほしいな。そういうのはね、困っただ。オムロンがやばい。いいや、ラマ絶妙剣。絶妙剣は絶妙である。抜けねえ、マジか。ギャッ。厳しい。あ、危ねえ。おい、マジか。あっぶねえ、超ギリギリ。マステルドリンコ絶対使わない。なんか売るか。レズメちょっと一回入れよう。ゲームあと2000か。いや、ディアラマ悪手だったか。やっぱメディアでいいね。うん、学んだわ俺は。メディアでいい気がする。はい、宝玉ありがとうございます。攻撃何個ぐらいになったかな。結構あるかな。20個か。結構あんな。魔石とかも全然使ってねえな、そういえば。着ドロもね、だいたい多分ね、ヒーホー君とピクシーから出てきたやつだと思う。ありがたい。繋がってんだな、やっぱこっちと。突破天狗。あれ弱点じゃなかった。ディース。どうしよう。あいつすくんだね、めんどくせえから。芝生ね。ビリビリ。あぶね、それ超怖えんだよ。あれ確か次の攻撃打撃食らったら粉砕されるんだっけ。こいつ確か特攻持ってんだよな。気ぃつけねえとな。特攻とかマジやめてくれって感じだな。爪は無足持ってるかな。どっちかっていうと回復は雷獣だな。無足で回復する、うん、こっちか。1回でどんぐらい、どんぐらい、8ぐらい上がった。そんな上がんねえか。あ、着泥ありがて。これでこっちに出るっていうことはあっちじゃないとな。あー、でもここの階段が気になるな。ちょっといろいろ行ってみますか。で、あと右か、あ、左か。マップで言うとまだ行ってないな。ピース何弱点だっけ。回復してるな、ありがて。こっちちょっと気合いな。気合いからの絶妙剣。あぶね。あ、減るな。うわ、ウィークか。
どうしよう、回復しよっか、とりあえず絶妙くやっていいや。うっそくボロボロや、このパーティーはもうダメや。やめて、モムの筆よかった、硬いモムの筆よかった。まだ落ちねえのかよ、絶妙剣。ディーズ落ちねえな。ああ今そっか、カムドつけてんのか。結構めんどくさかったな。魔風、あ、魔風もあれか、解けねえのか。これどうすりゃいいんだっけ。あ、ディスクローズか。クローズディ誰か持ってなかったっけ。こいつあたり持ってなかったっけ。やったー、よかったクローズディ。いざって時にあんまり使わねえっていつも思ってっけど、意外と来週 MP あるな。いいかな、とりあえず。あー、具足結構回復すんな、やっぱ、64、あ、10ずつ回復すんだね、右行ってみっか、とりあえず。じゃあんまなんもねえと思うけど、しっかりバッカ出てきてほしいんだよな、個人的には。放電するとあれか、バランスがいいですね。なんか落ちねえのか。うずめにいかねえのか。ほっ、もう一回ヒートウェーブ、ヒートウェーブ使ってけって感じになってる。ホッパテング、ホッパテング怖い、速攻が怖い、マジで。前作はね、コッパテングのね、速攻でね、結構やられたかんな。どこでやられたっけな、あれ確か。多分俺の記憶が確かなら、あっこでやられたはずなんだよ。ね、ニヒロ。うん。ん？下行ける。ダメージゾーンって赤いやつだよねと思うんだけど、ん、なんかいる、こっち、お、放物庫のところを開くには鍵が必要。ガキに見えた。反対側の放物庫はどうだか知らない。ここか。なんかあんのか、こっち、違う、なんもない。あ、なんかすごい、あ、なんか中にいっぱいある。行きたい。すごい行きたい。あ、インキュバスだ。ウズメがやばいな、これ。うっそ、もうやめて、そういうの。本当に回して気合いだな。特番スプレー、え、ダメなん、お前ダメなん、吸血強いな、やっぱ吸血。うわ、これボロボロだ、このパーティーはもうダメだ。テトラディ持ってるやついなかったっけ。
緊張。いや減るなマジで強っ。何がいった、薄めいったか、まずいな。これちょっと使っとくか、あんまりあれなんだけど、ちょっと薄めはちょっと痛い。持ってるかんな。いやマジか、つえーなーマジで。怖いねここね。ていうか広いなあ。はい、鍵じゃないんですね。鍵どこにあるんだろうな。なんか別のとこあんのか。もっとここ開けたいですね、放物庫。うん、ていうかディースって あいつも出てくるのか。あれすぐです。あれダメだっけ。こいつ何だったっけ。ムエはこいつジオ撃ってこなかったっけ。ジオじゃねえ、ジオじゃねえ。じゃあアギか。すげえ上がった。そっか、変えるか。とりあえずマガタマカムド何がいいんだろうな。いやーどうなんだ。でも精神バステ弱点はちょっとめんどくさいな。安定は4万手なんだけど。衝撃はあんまり、なんかディースがよく出てくるイメージはあるけど。神、いや4番手でいっか。なんだっけ、あの後半出てくるすげえ強いやつ、ニルバーナだったっけ。あれ強いよな、確か強かった気がするんだよ。こっちじゃね、こっちから。鍵はちょっとわからんかった。鉱物庫、いやアマラは深いですね。金どうなってる。金なんだろう、ちょっとだけ増えた気がする。同伴増やすんだったら何がいいん。やっぱピクシーから出るの待つしかないのかな。同伴1個つくん。なんだこれ、スタタタ。あ、バイブカハ出てきた。あ、おいしい。一番めんどくさいやつがかかってくれた。結構硬いなこいつ。剣が上がりますな、もうちょい。俺の MP 結構減ってきたな。ん？なんかいる。なんか赤いのがある。使うか、とりあえず。道は塞がれている。塞がれてた、ダメでした。となるとこっち側か。まだまだ謎が多いで。鬼3体、オッケー。しびれぬ。どうしようか。
来たー、落ちねえよマジで。あれでダメなのか。いやきっちりなマジで。今何つけてたっけ。4万ってか。次なんかあるかな。大衝撃知らぬい挑発ね。俺ね挑発はねそんなに、いや、とりあえず2個あるやつの次のやつが気になるから。火炎に弱い、火炎に弱いまずいな。とりあえずナルカミでいいかな。これでもあれなんだよな、まあ、下に落っこったからか、落っこったら確かあれが出てくる。いやディース、そうだこうやって見ればいいんだよ。火炎吸収だけだ、こいつ弱点ね、強え。こいつ火炎吸収するだけだった。カマラいけないとこが、なんかやんないといけないから、とりあえず左行って下降りて、てか一回これセーブしに戻るか、怖えから。ちょっと戻ります。一回切るか。お、来れましたよ。なんか来れたぞ。えい、視聴席って何。小池じゃないんだ。あ、どっちだこれ。あ、下がってる。一旦切ります。来い。よっしゃ、運の子使っとこう。もう使っちゃおう。さてとスイッチ押しましょう。どうなんの。お、来た。そっちかやっぱ。まあそうだよな。ていうかチャクラポット拾ったんだけど、もう一個ねどっかで拾ったと思うんだけど、なんかなくなってたんだよな。これ上見ないとちゃんと。まあいった。リセットした時にあれだったのかな。一回また戻るか、めんどくせえけど。どっかでやられてもな。アマラは結構、あ、もうちょい、マカミあと19だ。リカーム覚える。超でかいリカームとか。よっしゃ戻り、ここか。よし、一体じゃあちょっと戻ります。よし、開いてるぜ。さらに下、一本道だね。うわーってなった。レンコンだ。え、あ、違う。覗いてみます。はい、
わしず様だ。うん。気をつけなさい。ああ。一人の男。ああ。少しわかり、はい。創生をなすための機械。深いな。さっぱりわからんぞ。ヒロイト、見なきゃいけないやつだったんだな。さらに奥。これまたあれか。きたー。ミニゲーム、遊び心がある。あーやべ、クラッチった。あーちょ、やりづれえ。なんだこれ。あっちが金だと思った。紛らわしい。金ではなかった。すごい食らった気がする。っていうかそうだよ、パーティーを自分一人にすりゃいいんだよ。そうするとみんな食らわなくなるじゃん。ドニコルポ、あーすげえ、1とか。ソーリー。ドニ、あ、うん、気高き声。わからん。なんかラスボスっぽいぞ。落ちた天使、打天使、フォルネウス。止めるのは、はい。はいとか言っとく、とりあえず。
りに混沌の力が強すぎる。お、なんなら D 掃除を倒したやつか。一応第2まで来たんですけど騒がれている。ダメでした、帰ります。ぴょん、まだ時じゃないのか。ボスとかいねえのか。第一カルパのボスは。でもガバガバ判定なのか、とりあえず。やっぱかガバガバは俺だ、俺のプレイングだ。あ、420ディスクローズありがとう。第一まで戻ってきました。どうもどうもどうも。なるほど、ほんであれか、ショートカッツができるみたいな感じなのか。上の穴増えます。こいつはファイヤーだったはず。いや、放電とかしとけ。茹でたら美味しい。美味しくなかった。ファイヤーいない、もしかして。絶妙剣気合とかやった。いねえな、こりゃいだで。いいや、よいよい、僕がす。うわ、突撃強い。250。あ、呼びやがったな、こいつまで。いや、あ、ビリビリ。おわっちゃ、あ、オッケー。コーラル、あ、久々にジュエリーラブ行くか。うん、ボスいなそうっすね。うん、魔人とりあえず倒してってネノラ集めてきなさいっていう感じなのかな。どんどん深くいくとなんか強いやつが出てくるみたいな。わかんねえけど。よし、これパーティーを外す。ここで、よいしょ、いきます。うわー、これ絶対やんないといけないんだな。右、左、もう一個ある。ドムってなった。クソ、殴れなかった。140魔石、あ、着ドロ美味しいです。着ドロは貴重。あんま使ってないけど、使ってないというか使えないというか。あれ開いてない、違うのか。じゃあまた、じゃああれなのか、第一のカルパの第2のカルパってあれか、1個目の穴の、だからなんか一番奥に強いやつがいるんだ。どんどん、よくわかんねえ。まあいいや、進めていけばわかんだろう。第2はとりあえずまだ開かない感じですかね。ああ、パーティーパーティー、どうしよう。体重はいいや。ディース、マカミは一応技全部覚えたから
モムノフ何なんだ。あと鬼ちょっと育てたいかなはある。ゲームアイスブレスか。鬼か。鬼ちょっとどうしようかな。なんかと交代で。うん。いやゲームで。鬼はとりあえずあの雄たけび覚えさせたい。さて、じゃあ話進めますか。切ります。